また提案がありましてね。怪盗団を指名手配させ警察を動かす。あとは例のとはいえ、よくもこんな残虐非道な手口を思いつけるものですよ。わかりますか？これだ。正解です。Thank you.
くっそ、こんなことやってる場合じゃねえのによ。いちいち口に出さないで、疑われないためでしょ。明智五郎だ。これも明智。こっちもほとんどそう。匿名だとどいつも雄弁だな。ついこの前までの全皇帝の空気が嘘みてえだぜ。手も動かしてくれると嬉しいんだけど。集計のお手伝いに来たんでしょ。リーダーからも言ってあげて。俺たちだって情報収集してんだよ、ネットとか。物は言いようだな。うわ、これ見ろよ、やべえって。犯人像のプロファイリングだと。怪盗団の怪盗行為はフェイクで、殺人が本来の目的。奥村以前の改心は腕鳴らし。はあ、ついに殺人が本業ってまで言われ出したのね。バカすぎて逆にウケるぜ。くそ。結果出た。第1位は明智五郎くん。はあ、明智？何今驚いてんの？さっきから言ってたじゃん。歌手とかアイドルとかじゃねえのかよ。ここまで人気が上がったの、完全に我が輩たちのおかげだよな。集計してんならいくらでも嘘つけんだろ。バカ正直に呼ばなくてもよ。こんなに圧勝じゃバレるでしょう。正直入れる人いるだろうって思ったけど、この結果は予想を超えてた。さすがにわざわざ危険をおびき寄せる具は避けたいわね。ゲストの話はちょっと考えてみる。そうだ、双葉ちゃんどうしてる？あの様子じゃ一人で何か調べてる気がするんだけど、聞いてる？足ついてこようとかねえよな。俺ら割と瀬戸際だぜ。今は一つでも手がかりが欲しいし、いっそ気の済むまで調べてもらいましょう。何かつかめるといいんだけど。おう。怪盗団による犯行が疑われるとの警察の発表に対し、明智五郎さんが会見を開きました。これまで批判されながらも怪盗団に正義はないと訴えてきましたけど、実は一連の不審死と怪盗団は僕は無関係だと思っています。なんですって？怪盗団に警鐘を鳴らしたのはそもそも明智さんが最初でしたよね。彼らが危険な存在であることに変わりはありません。でも事件と彼らを今すぐ関連付けるのは短絡的だと言いたいだけです。この事件にはまだ不審な点が多い、裏がある気がするんです。なお明智さんは今後マスコミへの露出を控えると発表しており。どういう心境の変化かね。真剣な顔で携帯見つめて、あれか、別れ話か。ごじらせんなよ、後腐れはめんどくせえぞ。つうかお前大丈夫なんだろうな、学校警察来てるらしいが。関わってないならいいが。
新島さんから何か捜査の話は？それがお姉ちゃんその手の話私の前で一切しなくなって、もしかしたら私が何かミスしたかも。考えたんだけどね、明智くん呼んでみようと思う。マジか！危険をおびき寄せるのは避けた方がいいとかって。危険はもちろん承知、でも有力な情報源なしじゃ警察の包囲網に勝てっこない。お姉ちゃんは期待できなくなったし。まさか明智くんなら警察にも通じてるからってこと？彼を情報源に。こいつは大胆だな。誠にしちゃ珍しい提案だ。彼の昨日の会見見た？突然の怪盗団擁護発言、裏があるの一言。完全に怪盗団が見てるって意識して言ったんだと思う。だからって人の集まる学園祭に呼ぶのか？賞賛はかけよ。しかも部はあまり良くない。でももうそんなこと言ってられない。どう？明智くんを呼ぶって話。わかった。みんなもいいよね？私はいいよ。私が考えるより絶対信じられるし。情報源と言わず味方にできれば心強いな。待った！どうやって連絡取んだ？誰も知らねえんじゃ。マジか！連絡先を送ってくれる？早速連絡してみる。ぶっちゃけ明智苦手なんだよな。好き嫌い言ってる場合？情報源だと割り切れ。もう返事来た。考えさせてくれだって。待てよ、あいつ確かテレビとかにはもう出ねえって。だから考えさせてくれなんだろ。断られたらどうするの？食い下がるだけよ。悔しいけど今は他にすがるものがない。何としても頼み込むつもり。頼むぜ誠。
おう。ああ。おう。この季節、天気のいい日は山でも行ってぶっ放したくなるな。学生は運動会の季節か。あのスターターピストルなんかはうちのもんじゃねえからな。とりあえずな。どうだ。それに壊すんじゃねえぞ。したくなるな。ショットガンは命中精度に関してはあまり気にしなくていい。だが拡散する弾を一つでも、やめんのか。どうした。囚人を…さあ、刑を脱退です。
もなく不可もなくといったところですか。ほんと、きつすぎる技能を選びなさい。かなりの力を差っては始めよう。やめるのです。ジュスティーナ、お前の、あなたの奇跡です。これですか。もう終わりか。なんだ。こうし。ジュスティ、閲覧なさい。これですか。このペルソナですね。相応の代価はあなたの力です。さあ、計合体です。もう終わりか。なんだ。時間です、囚人。よし、ちょっといいか。
よし。じゃあな。あのさ、そうだ。じゃあ君、これだ。正解。おかえり。ずいぶん遅いんだね。どうです、最近景気は。見ての通りだよ。新島の嬢ちゃんは元気か。残念ながら最近あまり会わなくて、あの人は僕とは意見が違うようですし。それではこの件につきまして指導議員に伺いたいと思います。怪盗団なんてものが野放しなのは国の怠慢と言われても仕方ないでしょう。要人ばかり狙われるのを見てきっと腰が引けてるのがいるんでしょう。市民の皆様には迷惑をかけて申し訳ない。すぐに超党派会合をもって対策を講じますよ。政治家のくせにできたやつだよな。すぐやるって言い切るとこがいいよ。私はこの件に使命感を抱いているんです。全力で取り組む所存ですよ。悪党の勝手な世直しなんて、それこそ世直ししてやらないと。国民の皆様の関心にすぐに応えるのは政治家として当たり前の使命でしょう。今時なんともけなげなやつだね。
うちには政治家の不祥事、外には悪党が野放し。悲しいかな、これが我が国の惨状です。一日も早く立て直さなくては、国民の皆様にここでお誓い申し上げます。何ぼーっと突っ立ってんだ。心配してるわけじゃねえよ。店の入り口で邪魔なんだよ。清廉潔白で圧倒的なカリスマ性があって、ようやく日本にも任せられる政治家が現れたって感じがするね。ねえマスター。悪い、聞いてなかった。悪党か。まあそう見えるんだろうね。でもあれじゃ本質を見逃してる。無差別に人を襲う連中なら、どうして教師や画家なんかに謝罪させたと思う？一つの集団がやったことなのかな。もし全部が怪盗団じゃなく怪心だけなら、彼らがたとえ無罪じゃなくても僕が本当に遂げたいこととすごく近いのかも。最初に会った時から特別な感じがするなって思ってたけどさ、君の前だとなんだか全てを話しちゃいそうだよ。ああそうだ、君の通う囚人学園から講演会のオファーが。ってもう知ってるか。せっかくの機会だからオファーを受けることにしたよ。ごちそうさま、美味しかったです。それはどうも。会えてよかった。それじゃあ。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。
どれにしますか？やれやれ。すごいな。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。こんにちは。合体です。過度な力は破滅を招きますよ。本当にこれ引き継ぐ技能を選びなさい。新たな力を生まれ変わるといい。やめるのですか？ジュスティン、あなたの奇跡です。このペルソ、このペルソナはあなたの力です。もう終わりか？なんだ。時間です、囚人。
ますよ。どうですか？あら、うん、はあ、行こう行こう。盛況だな。人、去年より全然多い。そりゃそうだろう。有名になっちまったし、怪盗団に鴨志田に校長、しかもゲストが明智だぜ。私服警官とかいるかも。っていうかいるわね、多分。会話の内容気をつけないと。普通の学生っぽさが大事だな。学園祭って普通はどうするもん？いろいろ見て回ったり食べたり。決まりなんかねえよ。前海行ったろ、あんなんでいいんじゃね。ならみんないればできそうな気がする。気楽ね。リーダーやリュウジは捜査の過程で名前くらい上がってるか。前に先生たちが何人も聴取された上に、この前は私らまで面談あったしね。気持ちを緩めすぎないで。確かに初期メンバーはだいぶ長い。それだけ足もつきやすいぜ。終わったよ。まあまあそのくらいにしましょう。会話の内容気をつけるんでしょ。あ、それは。春はえらく楽しそうだな。そういえば回りたいと言ってたな。模擬店とか、みんなでお食事してみたい。まあ気分転換はしたいな。嫌なこと続いてるしな。じゃあ模擬店。そっか、あなたも初めてね、うちの学園祭。そこそこイケてるらしいぜ。なら私いいお店知ってる。ついてきて。ここだよ。メイドたこ焼き。ご新規様ご案内。お前んとこの店かよ。いいじゃん、模擬店でしょ。かんこ取りやべー。まあ人目がないから話するにはいいかもだけど、ほんのここへ来るまでの間にも噂はいろいろ聞こえてきたね。あることないことな。来たぞ、普通に振る舞えよ。知るかよ、この場がもう普通じゃねえしよ。おかえりなさいませ。はい、オーダーどうぞ。オーダーって言っちゃうのかよ、雑だな。おい、変わり種がいろいろあるな。普通のにしとけって。どうせ。申し訳ございません、普通のは前のお客さんで売り切れました。んだよ。では明太チーズたこ焼きを。すみません、明太子切れてまして。じゃあこのイカ入り。今イカ取りに行ってます。あと5、6時間はかかるかと。
嘘つけ、絶対ねえだろ。てかこれ典型的なぼったくりじゃねえか。実はメイド服に凝りすぎて、そこで予算ほとんど使っちゃってさ、タコはあんま力入ってないっていうか。みてえだな。リュウジ目立ってるぞ。なら今あるものでおすすめは？ロシアンたこ焼きです。じゃあそれください。少しお時間がかかりますので。もうタコは忘れて本題話そうぜ。っていうか鴨志田まで被害者扱いになりかけてて、もうやけ食いしたい気分。校長も狙われたという憶測も聞こえたな。ムカついたから、気づかれたからって。俺は明智五郎の人気ばかり耳に届いたな。全部怪盗団のおかげだろ。つかさ、明智の野郎が出演受けたのって俺らが殺してないって信じてるからか。意外とただのお祭り好きかもな。ああ、メディアでツヤホヤされるのまんざらでもなさそうだしね。情報を取るつもりが逆にはめられる。そんなオチだったらへこむぜ。そんなことさせない。でも明智くんの動き確かに読めないよね。お待たせしました。焼きたてだって。嘘だ、レンジの音したし。まあ学祭にカリカリのたこ焼きとか期待はしてねえけどよ。ロシアンたこ焼きってよ、どんなんだ。隠し味にジャムでも入ってるのかしら。なんだか美味しそうじゃない。この中の一つが特別です。いや、一つ明らかに真っ赤だろ。どう見たってそれだろ。おい、まさかロシアンってあえて行くのが男って感じ。そうなのか。俺は形状の美しいものだが、どれも不格好だな。あら、みんな食べないの？なら私が特別をいただこうかしら。まさか素で行こうとしてる？ならお前が赤いの言っとくか。いや、そうだろうけどよ。あれ、みんなお揃い？公演会明日なんだけど。会場の下見にね。大勢のお客さんが来るのに失敗はできないし。やる気だけど、さすがに気づかれちゃって周りから質問攻めにあってさ。そりゃおめえが迂闊だろ。正直根も葉もない噂の話ばっかりでうんざりして人のいない方に逃げてきたんだ。これ一ついただくね。出演料代わりってことで。それいいから。うん、おいしい。息はやばいって。喉が、これは胃の中が大炎上だ。大丈夫？水平気に決まってるだろ。僕辛いの大好き。おい、壊れかけだぞ。じゃあ明日よろしく。うわ、痩せ我慢やばい。歩き方ゲーみたいになってる。CM でも狙ってんのかよ。だが本当にただの下見か。いかんな、どうも何事も妙に勘ぐってしまう。気持ちわかるよ。私も明日は頑張らないと。なんとか情報源に。
うん、絶対やってみせる。明智のやつ来た時みんなお揃いって言ったっぽくね。みんな気のせいだろ。これで一通り回った感じ。気疲れが尋常じゃなかったな。会話に気をつけるは難儀だった。ほんと定期試験級にしんどかったかも。一番の思い出は特別を口にした探偵の挙動だ。私は楽しかったよ、みんなと一緒だったし。ハル、どうする？もう少し回る？ありがとう、もう満足。早めに帰って休もう。明日は明智くんだし。賛成だぜ、あの野郎どう出てくる。おや？帰るぞ。あの、うん、俺は失礼します。さてと。Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to